で共に戦っていただきますこと心からお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。勝たせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまの力強い訴え、候補者本人からのお伝えでございました。どうか皆さん、もう一度盛大な応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日から衆議院選挙12日間の戦いでございます。全国では465議席を争うために1100人が立候補されております。小泉進次郎さんも候補者でございます。全国で飛び回るぐらい忙しいのに、大切な大切な初日をこの大阪14区を選んだということは、塩川紀文に対する大きな期待の表れではないでしょうか。それでは大変お待たせをいたしました。自由民主党選挙対策委員長小泉進次郎委員長よりお訴えをいただきます。どうかよろしくお願いいたします。